エリスは病院に行かなくてはいけません。病院に入るとすぐに何かがおかしいことに気づきます。ホールを歩いていると3名の医師に遭遇しました。医師の一人の様子が明らかに異様なのです。さて、誰がクレイジーな医師でしょうか。右の医師です。獣のような目と歯をしていて、白衣にはバッジがついていませんね。エリス、急いでこいつから逃げて。さて、エリスは我々のアドバイスを聞かずに野獣医師の診察室へ入っていきます。医師は新しい保護クリームを塗布する必要があると言いますが、どうやらただ実験したいだけのようです。エリスを魔法のローションで覆った後、ってなんでこの医師を信じちゃったんですかね。医師は3つの容器から1つを選んで飛び込むように指示します。なんだかすごい病院ですね。1つ目の容器には毒性の廃棄物が入っています。2つ目の容器には金属を溶かしてしまう酸、3つ目の容器には1年前に町1つを破壊しかけた火山の溶岩。エリスが選ぶべきはどの容器でしょうか。今回はエリスも正しい決断をしたようです。溶岩の入った容器を選びました。火山が噴火したのは1年前、そのため溶岩は固まっていて、すでに火山岩になっているはずですからね。さて、1つ目の実験をこなしたエリス、野獣医師はエリスに3つの錠剤を渡します。赤い錠剤は過去を見せてくれて、青い錠剤は未来を見ることができ、黄色い錠剤は人の心を読むことができます。エリスはどれを選ぶべきでしょうか。今回も賢い決断をしたエリス、適当に黄色を選んでから、これも別の実験であることに気がつきます。水をごくりと飲んだものの、錠剤は飲み込まずに口の中に残しておきました。実はどの錠剤も毒入りだったんです。一瞬野獣医師が外に出た機会を見計らって錠剤を吐き出して走り去りました。あ、エリス、救急外来なら野獣がいないのでそちらにどうぞ。ジェニーは友人のために夕食を調理していました。みんながテーブルに着くと、友人の一人の様子がおかしいことに気づきます。料理に不満を持っている友人は誰でしょう。マイクです。こっそりジェニーの犬にあげていますからね。この気味の悪い古い家に年老いた魔女が住んでいることは周知の事実。彼女に会いたいと思う人はいません。今メアリーはこの家の中にいます。しかし彼女の他には誰もいません。なぜでしょう。魔女の名前がメアリーであってもおかしくないですからね。若くて美しいメアリー、でも魔法が解けると怖い。とある町にはおかしな法律が存在します。男性は全員きれいにヒゲを剃らなくてはいけませんが、自分でヒゲを剃ることは許されていません。ヒゲ剃りのライセンスを持っているのは40歳の床屋。それでは誰が床屋のヒゲを剃ればよいのでしょうか。そもそも必要ありません。床屋は女性なんです。アリソンは昨日見知らぬ人に出会ったのですが、すぐに誰だか分かりました。以前彼に会ったことはなく、誰かに彼の容姿を聞かれたことがあるわけでもありません。男性は有名人ではなく、特別なことはしていません。さて、なぜアリソンは彼が誰だか分かったのでしょうか。アリソンの友達の双子の片割れだったんです。靴磨き屋のビル、通行人に無料でサービスを提供しています。しかしサービスを受けた人は結局自らの意思で支払いをします。なぜでしょう。B
ビルが無料で磨くのは靴の片方のみ。片方だけ綺麗なのもおかしいため、もう片方を磨いてもらうために人々はお金を払う羽目になるのです。王様は3人の娘に同じ量の水が入った瓜2つの3つの夜間を火にかけるように指示します。王様は初めにお湯が沸いた夜間の持ち主である娘の夫を跡継ぎにすると約束しました。すると一番下の娘の夜間が初めに沸騰します。なぜでしょう？他の2人の娘は沸騰しているか確認するため蓋を何度か開けていますが、下の娘は蓋を閉じたままにしていたためです。数学の問題言ってみます？冗談ですって。必要なのは論理力だけですよ。一本の線を使って188から200にしてください。一本の線を使って188を水平に切りましょう。こうすると100が2つできますよね。とある人は2000年に25歳、2005年には20歳でした。こんなことがどうして可能なのでしょうか？紀元前 BC 生まれの人だったからです。とある男性は友人のパーティーへ行くため、妻に日の出までには帰ると伝えます。男性はひげを剃って自宅を出ました。約束通りに夜明けまでに帰宅すると、彼の顔には長くて厚いひげが生えています。なぜでしょう？男性と奥さんは何ヶ月も続くことがある極夜がある地域に住んでいたからなんです。男性はニューヨークからボストンまで車を走らせています。到着間際で実は初めからタイヤがパンクしていたことに気づきました。しかし問題なく目的地へ到着。パンクしていたタイヤの影響は全く受けなかったようです。一体どういうことでしょう？パンクしていたのはスペアのタイヤです。大企業の最高財務責任者であるジョンは重要な契約書に同意するようついに新規のパートナーを説得しました。書類をフォルダーに入れて自分のオフィスのテーブルに置いておきます。次の朝仕事に向かうとフォルダーがなくなっていました。そこで当時オフィスにいた従業員を集め尋問を開始。清掃員の女性は床の掃除で忙しく周りを注意して見ていなかったと言います。デザイナーは自分の作業スペースから離れていない、それに芸術家であるため契約書には興味がないと話しました。会計士はある書類にサインをしてもらうためにジョンのオフィスに入ったことを認めています。しかし中に誰もいないと気づくとすぐに立ち去ったそうです。さて書類を取ったのは誰でしょう？デザイナーが犯人。ジョンは尋問した際に何のファイルがなくなったかについて話していません。ではなぜデザイナーは契約書であったと知っていたのでしょうか？おかしいですよね。エリックは黒い靴下のみ、または白い靴下のみしか履きません。ある朝、新しいパートナーとの重要な会議のために準備をしていました。すると突然停電になったのです。白い靴下10足と黒い靴下10足が引き出しに入っていますが、すべてごちゃ混ぜになっています。違う色の靴下を履いて恥ずかしい思いをしたくないエリック。でも完全に真っ暗な部屋の中でエリックは何も見えない状態です。同じ色の靴下を取り出すには何個の靴下を取ればよいでしょうか？3つもあれば十分。3つあればそのうち2つが同じ色になるはずですからね。お腹を空かせた吸血鬼が人通りのない夜道であなたの後をつけてきています。突然ドアの開いた家を見かけたのでそこに隠れることにしました。すぐにドアを閉めたために吸血鬼は家には入ってこれません。しかし外で待っていることはできるでしょう。
まだ希望はありますよ。家から出るためのドアは3つ。1つ目のドアを開けると液体の溶岩。2つ目のドアの先には人間の頭ほどの大きさのタランチュラ。3つ目のドアに関しては大きな犬が鳴いているような声がドアの向こうから聞こえます。正直怖いですよね。さてどうしたらよいでしょうか。朝まで待ちましょう。吸血鬼は太陽光に耐えられないため朝になれば安全なはずです。壁にある水道から少しずつ流れ出てくる水で溢れる部屋に閉じ込められています。部屋に窓はなくドアは閉まっています。あるのはモップと大きなバケツ。さてこの状況から抜け出すにはどうすればよいでしょうか。やだな、水道を止めればいいじゃないですか。これでよし。ジェーンは会議のために用意した書類を誰かに盗まれたと上司に話します。さらにジェーンはスマートなスーツ、手袋、黒い覆面をつけた人が来るのを目撃したそうです。容疑者は3つの指輪をつけていたそうです。上司はジェーンを信じませんでした。なぜでしょう。ジェーンは容疑者が手袋をしていたと言っていましたよね。ということは指輪をしていたかどうかなんてわかりません。ジェーンはただ単に書類を印刷し忘れてしまったんです。ホテルのオーナーが進捗状況を確認するために建設現場にやってきました。いろいろな計画があるためすぐにお客を迎え入れたいと考えています。視察の途中でオーナーは重要な書類の入ったブリーフケースをテーブルに置きました。すると作業員の誰かがそれを掴んで走り去ります。オーナーは犯人の顔を見ることはできませんでしたがすぐに警察に通報。容疑者は3名です。建築家は工事現場にまだ通っていない電気を手配しようと電話をしていたと言います。デザイナーは警察に対し壁に最適なペンキの色を探していたと説明。電気技師は地下で割れた電球の修理をしていたと話します。刑事は嘘をついている人を見抜きました。皆さんにはわかりますか。正解は電気技師。工事現場にまだ電気が通っていないなら電球の修理をしていたというのはおかしいですよね。嘘つきはいけませんよ。ルーシーはリリーとジョイとロンダと一緒にパジャマパーティーを開いていました。居間で一緒に映画を見ることになったのでルーシーは台所にお菓子を取りに行きます。戻ってみるとリリーが床で気を失っていました。ロンダは彼氏と電話で話していたらジョイがなぜか急に枕でリリーを殴り出したから気を失ってしまったのと言っています。一方ジョイはロンダは嘘をついているわ、リリーを枕で殴ったのはロンダよと言っています。嘘をついているのはどっちでしょう。両方です。この部屋には枕がありませんよね。映画を見た後みんなでウィジャボードをすることになりました。有名な歌手の幽霊を呼び出していると突然ボード上の矢印が動き始めて次の文字を綴り始めました。このメッセージを解読する手伝いをしてあげてください。逆から読むと You have three days to live になり、英語でお前らは3日後に死ぬというメッセージだということになります。4人はびっくりして降霊術を中断することにしました。リリーはみんなで写真を撮りたいと言い、可愛い写真をたくさん撮りました。でも写真をスクロールしているとさらに恐ろしくなってきました。一体なぜでしょう。この写真には4人全員が写っています。では誰が写真を撮ったのでしょう。ルーシーはみんなにもう寝ようと言い寝室へ行きました。
でも全員叫びながら部屋から逃げ出していきます。一体なぜでしょう。この鏡を見てください。不気味な影が手を振っているのが見えます。結局ルーシーは友達に両親の寝室で寝るように言い、自分は居間のソファーで寝ることにしました。テレビをつけたままだと落ち着いて寝られました。真夜中に寝室から音が聞こえたので友達をチェックするために行ってみると、全員眠っているようでした。外を出歩いていたのは誰だかわかりますか？リリーです。髪に葉がついています。翌日、教室でルーシーとロンダとリリーは何かを心配していました。なぜでしょう。これはジョイの机ですが、何も物が置いてありません。彼女は誰にも連絡せず、学校に来なかったのです。あ、ルーシーはジョイの名前の書かれたコーヒーカップを持っています。結局ジョイは学校に現れず、電話にも出なかったので、ルーシーとロンダとリリーは家に行ってみることにしました。すると、ジョイがベッドで寝ているのを見つけました。でも、なぜか3人とも怖がっています。なぜだと思いますか？寝室の窓が遮光カーテンで覆ってあり、耳と歯の形が変わっています。ジョイは吸血鬼に変身し始めていたのです。リリーはその場にとどまり、ジョイの面倒を見ることにしました。そしてロンダはルーシーにおばのベラを訪ねるよう言いました。ベラは魔法のお店を経営していて、いろいろなポーションを売っていたからです。ベラは事情を聞くと、治療薬を作るには次の3つの成分が必要じゃ。1つ目の成分は赤が見えたら進んで、緑になったら止まるものじゃぞ。この材料がなんだかわかりますか？答えはスイカです。2つ目の成分を手に入れるために、ベラはロンダとルーシーを連れてサクランボの木のある庭に向かいました。ロンダは8個積み、ルーシーは13個積み、ベラは14個積みました。合計でいくつのリンゴを積んだことになりますか？ゼロです。サクランボの木にリンゴはなりませんよね。ベラはルーシーとロンダに3つ目の成分に関するヒントを与えました。このパズルを解決するのを手伝ってあげましょう。答えはマンドラゴラです。マンドラゴラは町で最も不気味な家の近くに生えています。ルーシーとロンダはそれを取りに行くように言われました。ロンダが庭を探している間、ルーシーが家をチェックしていると奇妙な名前の看板を発見。そこには塩マンエプリクと書いてあります。大きなドアを静かに開けて中に入ると、後ろでドアがバタンと閉まってしまいました。そして吸血コウモリが集まってきます。ルーシーが必死になってドアを開けようとすると、そこには塩マンエプリクの文字の順序を変えてみよと書かれていました。ルーシーが答えを叫ぶとドアが開きました。彼女は何と言ったのでしょう。その場所の本当の名はクリーピーマンション、つまり不気味な屋敷だったんです。ロンダは庭で3種類の野菜を見つけましたが、どれがマンドラゴラだか分かりませんでした。ロンダはどれを選べばいいでしょう。マンドラゴラを見たことがなくても消去法で考えれば答えが分かります。これは間違いなく人参ですし、これはビーツです。ということは、これがマンドラゴラだということになります。
ルーシーとロンダが不気味な屋敷を出発しようとすると、草に隠された罠を踏んでしまい、深い井戸に落ちてしまいました。周りを歩き回っていると、外につながる3つのトンネルを発見。一つ目のトンネルの中には火を吐くドラゴンが待ち受けています。人間が嫌いなようで怒り狂っています。二つ目のトンネルの中にはブラックホールに通じるポータルがあり、三つ目のトンネルは毒を持つ巨大サボテンだらけです。二人はどのトンネルを選べばいいでしょう。三つ目です。ほら、これらのサボテンにはトゲがありませんよね。ということは毒が体内に入ることもありません。ベラはジョイのためにポーションを調合しました。ルーシーとロンダが彼女の家にそれを持って行ったところ、部屋には誰もいませんでした。ジョイの両親はリリーとジョイが一緒に出かけたけど二人とも様子がおかしかったと言っています。ロンダは二人とも吸血鬼になっちゃったんだわ、手遅れになる前に見つけなきゃと言いました。二人がジョイの部屋で手がかりを見つけるのを手伝ってあげてください。ノートパソコンを見てください。二人はラスベガスに住んでいるジョイのおばあちゃんに会いに行くために列車の切符を買ったようです。ルーシーとロンダが電車に乗ると他に4人の乗客がいました。でもこの中の一人は切符を持っていません。それが誰だかわかりますか？この女性です。防犯カメラに映らないように頭を座席のヘッドレストの後ろに隠しています。列車がトンネルを通過している最中、車内の電気が消え、みんなびっくりしました。再び明かりがつくと乗客の一人が、あ、カバンが盗まれたと叫びました。ルーシーには誰の仕業なのかすぐに分かりました。皆さんにも誰だか分かりましたか？この男です。座席の下には化粧品が落ちており、窓が開いています。中身を自分のバックパックに入れた後、バッグを窓から車外に投げ捨てたのです。ロンダとルーシーはラスベガスに到着し、ジョイのおばあちゃんの家へ向かいましたが、何度か家を間違えてしまいました。二人は1軒目でこの老婦人に出会い、2軒目ではこの老婦人に出会いました。危険なのはどっちでしょう？二人目です。何か企んでいるように見えますね。一人目は単にハロウィーンパーティーの準備をしているだけです。ルーシーとロンダがやっとのことで正しい家を見つけると、ドアが開いていました。そして中に入るとジョイのおばあちゃんが床で気を失っています。どうやら吸血鬼に首を噛まれたようです。突然ジョイとリリーがどこからともなく現れました。二人の顔は青白く、鋭い歯と尖った耳をしています。どんどん近づいてきて、ルーシーとロンダを襲おうとしています。でも、ロンダは突然笑い始め、冗談はやめてよ、これはただのいたずらだわと叫びました。なぜロンダにはそのことが分かったのでしょう。ジョイは鏡に映っていますし、リリーには影があるので、二人とも本物の吸血鬼ではありません。ハロウィーンのいたずらだったのです。ジョイは吸血鬼のメイクを落とすためにシャワーを浴びに行きました。でもシャワーヘッドにペンキがかけられていたので、緑色の水がかかってしまいました。ジョイがルーシーとロンダとリリーに問いただすと、ルーシーは、洗濯をした後、キウイジャムを作ってたの。ごめん、焦げちゃうから行かなきゃ。と言っています。リリーは、あなたの前にシャワーを浴びて髪を洗ったわ、なんであなたはそんな緑色になったの？と言いました。そしてロンダは、数学のテストのために勉強してるからちょっと静かにしてくれない？と言っています。ジョイにいたずらをしたのは誰でしょう？
リリーは髪を洗ったばかりだと言っていますが、すでに乾いていて編んであります。その上、バスローブの下にドレスを着ているので、かなり怪しいですね。ロンダは風船とカップケーキの紙コップを使ってリリーにいたずらをすることにしました。水の入った風船を紙コップに入れて、その上にシェービングクリームを乗せてスプリンクルを振りかけたんです。これで本物のカップケーキのように見えます。本物のように出来上がったので、ロンダは大満足。突然3人が台所にやってくる音が聞こえたので、偽のカップケーキを本物のカップケーキと一緒にお皿の上に置いてテーブルの下に隠れました。リリーとルーシーとジョイは台所でカップケーキを見つけて食べることにしました。偽のカップケーキを手に取ったのは誰でしょう。ジョイです。本物のクリームはすでに溶けていますが、シェービングクリームはまだ形が崩れていません。4人はハロウィーンを祝うために外に出て、隣人のドアをノックしました。マイクがドアを開けると、4人はトリックオアトリートと叫びました。マイクは、次のクイズの答えが分かったらお菓子の代わりにダイヤモンドをあげるよと言っています。過去しか発見できないけど、現代にしか作れず未来には影響されないものはと聞いてきました。その後、4人は見事に美しいダイヤモンドを手に入れました。4人はマイクに何と答えたのでしょう。歴史と言ったのです。4人はその後、地元のハロウィンパーティーに向かいました。でもホステスはパスワードなしでは中に入れてくれません。4人はパスワードを知りませんでしたが、ホステスは4人の衣装を気に入り、ヒントをくれることになりました。彼女は、アサリを食べ、海に住んでいてゆっくりと動く、腕が5つある生き物とはと聞いてきました。4人はすぐに中に入ることができました。パスワードは何だったのでしょう。ヒトデです。道を歩く2人の天才は、倒れたゴミ箱からだってアイデアを見つけるものです。さてさて、皆さんの脳みそのパワーはいかほどでしょう。今回の謎なぞクイズにいざ挑戦。テッドはクイズショーで優勝したラッキーな人。彼は3つの商品から1つを持ち帰ることができます。それらは、新品のメルセデスベンツ、ヴィトンのバッグ、そして MacBook。 彼が選ぶべきはどの商品でしょうか。よーく考えて。一つしか持って帰れませんからね。メルセデスはロゴが偽物、ヴィトンも同じく偽物です。ちゃんとした本物は MacBook なので、これを持って帰れば安心です。休暇を過ごすことになったジョーンズさん。彼は休暇前の最後の勤務日にオフィスの掃除をし、鍵を持って出て行きました。しかしその2週間後、オフィスは何者かに荒らされていたのです。ジョーンズさんは一体どうしてそれが分かったのでしょう。ジョーンズさんは掃除を済ませてゴミも捨てていたのでした。しかし戻ってきたジョーンズさんは、ゴミ箱に紙が入っていることに気がついたのです。森で迷ってしまったエスメ。一日中さまよっても帰り道が分かりません。辺りが暗くなった頃、彼女はようやく魔女の住む不気味な家を見つけました。他に行く場所もありません。エスメは家の中に入り、魔女に助けを求めました。魔女は彼女にゲームをしようと持ちかけました。今からお前さんに謎々を出す。答えが分かったら森から出してやろう。しかし答えを間違えたら、お前は一生私の元でこき使われるのだ。いいな。他にどうすることもできないエスメは挑戦を受けました。魔女の出した謎々はこのようなものでした。
町はあるが家は一つも建っていない。山はあるが木は一本も生えていない。川はあるが魚は一匹もいない。これはなんだ？皆さんは謎々に答えてエスメを助けることができますか？正解は地図。学生が夏休みに宿題を出されました。新しい言語を覚えろというのです。それぞれの学生は好きな言語を選ぶことができます。休みが明けて新学期が始まり、教師は学生に宿題ができたかどうかを聞きました。マークはブラジル語を楽しく覚えることができたと言いました。ジュヌビエーブはウクライナ語を選んだと言いました。ベンはずっとアラビア語を勉強していたと言いました。アラビア語は難しかったもののとても面白かったそうです。しかし教師は学生の一人の言うことを信じませんでした。さて、宿題をやってこなかったのは誰？教師はブラジル語を覚えたと言ったマークは嘘をついていると見抜きました。ブラジル語というものはありません。ブラジルで使われている言葉はポルトガル語です。お金持ちの紳士が3ヶ月の休暇を楽しんでいる間、彼の屋敷が泥棒に遭いました。通報を受けた警察はすぐさま刑事を派遣し捜査を開始しました。するとセキュリティカメラの映像に3人の人物が映っていることが分かり、それぞれが事情聴取を受けることになりました。紳士の古い友人であるマックスは郵便物を取りに何度か屋敷にやってきたと言いました。メイドのグウェンは3日前に家の掃除をしにやってきたと言いました。庭師のロニーは毎週やってきて庭の手入れをしていたと言いました。3人とも家からは何も盗んでいないと言っています。しかし刑事は1人が嘘をついていることに気づきました。それは誰だったでしょう？グウェンの供述が一番怪しかったようです。彼女は3日前に掃除をしに来たと言っていましたが、実際の屋敷はというとそこら中ホコリだらけです。嘘をついているのはグウェンに違いありません。その昔ノルウェーであるお姫様がさらわれてしまいました。彼女は大きな湖に浮かぶ孤島にある小さな部屋に閉じ込められました。仮に部屋から脱出することができたとしても岸まで泳ぐことは不可能なようです。島の上には木も生えていませんし、使える道具もありません。つまりボートを作るという選択肢はありません。しかしその半年後、お姫様は自力で湖から脱出し一人で故郷に帰ってきました。一体どうやったのでしょう？舞台はノルウェー。冬になると湖は凍ります。お姫様は氷の上を歩いて渡って逃げたのです。夫が怪我をしたとブラウンさんは病院に連絡をしました。駆けつけた医者がバスルームに通されると、床の上に男性が横たわっていました。ブラウンさんはバスルームの扉が開いていたので一部始終を見ることができたと言いました。彼女の夫は手を洗っている最中に滑って転び、洗面台で頭を打ってしまったのです。しかし医者はブラウンさんの言うことを信じようとはせず、警察に通報をしました。一体どうして？男性の横たわる方向を見てみましょう。彼の頭は洗面台とは逆方向にあります。このように転ぶのはなかなか無理があります。3人の娘を育てる忙しい母親が仕事を終えて家に帰ってきました。彼女はキッチンが汚れている様子を目の当たりにしました。どうやらサンドイッチを作った一人の娘が後片付けをサボったようです。母親が階段を上ると3人の娘たちは誰もが宿題をやっているようでした。サンドイッチを作ったのは誰かと母親が聞くと、ハンナとデラ、
エメリーの3人姉妹は皆自分ではないと答えました。それでも母親は嘘をついているのが誰かすぐに見抜いてしまいました。キッチンと娘たちの様子を観察して嘘をついているのが誰かどうしてわかったのかを答えてみてください。バターがナイフについていたのは右の面、つまりサンドイッチを作ったのは左利きの人物です。娘のうち左利きなのはどうやら一人だけ、つまりエメリーが片付けをサボっていたということですね。デビアンは友人のアーロンを彼の家で発見しました。アーロンは毒を飲まされていたようです。デビアンは警察にすぐに通報をしました。そしてやってきた刑事たちにこのように証言しました。オリバーの家の前を通り過ぎるときに部屋に明かりがついていることに気づいたんだ。俺は中にいるのがオリバーの友達か兄弟なのかわからなかったから、それが誰か見ようと窓に近づいた。寒かったから窓は曇っていた。それで俺は手で窓を拭いて覗いたのさ。そうしたらオリバーが床の上に倒れていたからすぐに警察を呼んだんだ。しかし刑事たちはすぐさまデビアンの嘘を見抜き彼を逮捕してしまいました。彼の嘘はどうしてバレてしまったのでしょう。デビアンは曇った窓を外から拭いたと言っていました。しかし外が寒い場合曇るのは内側です。手で拭くことはできないんです。さあお次は皆さんの観察眼を試しましょう。有名なロゴをお見せします。片方は本物でもう片方は偽物、正しいものを選んでください。ではアップル社のロゴはどっち？テッドの MacBook を思い出せますか？2番のロゴが正解です。次はインスタグラム、毎日見ているようで思い出せますか？点の位置は右側が正解、1番が正解。毎日見ている Google、 正しい色合いはどっち？2つ目が正解、王の色は1つ目が赤、2つ目が黄色です。正しいバーガーキングのロゴはどっち？これは簡単、2番ですね。お腹すいたな。ゲーム好きな皆さんならばわかるはず、プレイステーションのロゴで正しいのはどっち？2番が正解。では難しい方でいきましょう。 TikTok、 正しいのは？1つ目が正解。そんなはずはと思う方は一度チェックしてみて。レスリーは両親を訪ねるため夜車を走らせていました。しかし不運なことに彼女の車は人里離れた場所で故障してしまいます。助けを求めて歩き回った彼女は不気味そうな家に出くわしました。庭を歩いてドアまで行こうとした時、彼女は突然本当に怖くなり車に逃げ帰ります。彼女を恐怖に陥れた3つのものを見つけられますか？噴水の中央にある像を見てください。目が左右に動いていますよ。次に地面から這い出ている骸骨の手が見えますか？怖い。あとこの黒猫の尻尾は普通じゃありません。蛇の尻尾が生えています。ブレア先生はハロウィン当日に小テストを決行。これ以上に生徒を怖がらせる方法はないですからね。でも先生は試験中は特に注意を払わなければいけません。生徒全員が仮装して登校するので、
カンニングしやすくなるからね。実際、一人の生徒がカンニングしようとしています。誰だかわかりますか？見てください。この生徒はカンニングペーパーを魔女の帽子の下に隠しています。ハロウィーンの夜、アマンダは友人たちと真実か挑戦かゲームをしていました。彼女の番になった時、彼らは町中で誰も入る勇気のなかった古い屋敷に入るよう彼女に挑みます。彼女は挑戦を受けて立ち、屋敷の中に入ります。突然、彼女の後ろでドアが勝手に閉まり、鍵がかかってしまいました。骸骨の執事が彼女を出迎え、こう言います。ここに来るべきではなかったが、なぞなぞが解ければ帰らせてやる。真っ暗な夜、生き返り、眼差しは不気味だが、争いは起こさない。モンスターやゴブリンが遊びに出てくるとき、道を照らすのは何？なぞなぞを解いてアマンダを助けてくれますか？正解はジャックオランタン。エミーは近所のハロウィンパーティーに招待されました。家に着くと仮装した3人がプールで遊んでいます。しかしそのうちの1人は本物の人間ではありません。誰だかわかりますか？魔女の帽子をかぶった女子と牙を生やした男子は怖そうですが、仮装しているだけ。でも人魚の衣装を着ている女子は本物の人魚のようです。だってほら、エラがありますよ。オーロラの21歳の誕生日のこと、彼女のおばたちはついに彼女を魔女の集会に招待する予定。しかしオーロラは最後の試練である呪文をクリアしなければいけず、それには魔法の大鍋が必要でした。この大鍋に刻まれた謎を解かなければ大鍋を使うことはできません。色とりどりの季節で、この時期肌触りの良い暖かいセーターが出される。答えが分かればあなたの魔法の力は強くなる。謎々を解いてオーロラを助けてください。答えは秋の季節です。ハロウィンパーティーに向けて2人の女性が準備を進めています。しかし1人は邪悪な考えを持っているようです。危険な人物はどちらか分かりますか？よく見ると左の女性は怖いというより不気味。ブラウニーに塗られた緑色のクリームは一見毒にも見えますが、これはただの着色料。トレーの上の指は指の形をしたクッキーにすぎません。頑張ってハロウィンの準備をしているみたいですね。一方、右の女性はハロウィンパーティーがあるのにコスチュームを着ていません。そもそもなぜゲストを迎える前にナイフを研いでいるのでしょうか？怪しすぎます。深い魔法の森に住む若い魔女エレインは魔法の集会のハロウィンに招待されました。不運にも彼女の宝器は壊れてしまい、目的地に行くにはテレポーテーションの薬を飲むしかありません。しかし彼女は一度もその薬を作ったことがなく、3つの主な材料は呪文書に謎々とともに隠されています。1つ目の材料は影の中で静かに成長する植物でも動物でもないもの。雨の後花を咲かせることもあり、森の暗がりでよく見かける。1つ目の材料が何かわかりますか？キノコでした。次の謎々の答えが2つ目の材料となります。空気のように軽く触ると柔らかい、鳥の背中に乗ってもそれほど重くはない、生き物が高く自由に舞い上がるのを助けるけれど地面に落ちて誰でも見ることができる。これが何かわかりますか？羽でした。次の答えが3つ目の材料です。
闇の中で目立たないように罠を張り、忍耐強く美味しいごちそうを待つ。静かにこっそりと隅に潜む。複数の目で世界を分割する。それが何なのかエレインに教えてあげてください。答えは雲。さて、今度は森の奥深くを歩き回って、その3つの材料を探さなければいけません。画面をよく見てください。見つけられますか？この花の下には木の子があります。鳥の羽は花の後ろに隠れていました。クモはこの木に登っています。ある有名なクラブでハロウィンパーティーが開催されます。ジェニーは友人たちと一緒にそのパーティーに参加。店内にはカウンターが2つあり、そこからドリンクを取ることができます。でもどちらかのバーテンダーはヤバそうです。どちらが危険かわかりますか？こちらのバーテンダーはハロウィンなので、ヴァンパイアに扮して炎のショーを見せていますね。一方、グラスを磨いているこちらのバーテンダーは、ボトルの中に毒のボトルを入れています。こっちのバーテンダーは絶対に避けてくださいね。ジェームズはハロウィンのディナーパーティーに出席。食べるものを取りにオープンビュッフェに向かいました。この3つの料理をよく観察してください。どれを食べたらお腹が痛くなるかわかりますか？左のカップケーキは血が滴っているように見えますが、これはチェリー風味のグレーズ。プリンカップのミミズもただのミミズグミ。でもこのリンゴ飴を見てください。蛍光に光っています。毒々しかありませんか？世界中のモンスターが毎年恒例のハロウィーンのお祭りに集結予定。しかし、その噂を聞きつけた人間がパーティーに乱入しようとしているとの情報が流れます。そこで彼らは会場の入り口にモンスターの警備員を配置。警備員が怪しいと思った生き物はこの3つ。果たして人間はどれでしょう？月を見てください。満月じゃないですね。ではどうしてここに狼男がいるのでしょうか？満月じゃないので狼になるはずはありません。ということは、これは着ぐるみを着た人間に違いありません。エイミーは友人と街のハロウィンパレードに出かけました。怖い迷路があったのでエイミーも挑戦します。しばらくして道に迷いパニックに。でも迷路のあちこちに出口へと導いてくれるヒントがあるようです。あなたは出口を見つけられますか？迷路の壁のレンガを見てください。矢印の形をしています。きっとこれをたどれば迷路を抜け出すことができそうです。アーロンはハロウィンで海賊の仮装をしました。友達のところへ行く途中、道端に光る箱を発見。アーロンは不思議に思い近づきます。なんとそれは宝箱でした。宝箱を開けようとしたのですが、鍵がかかっており、謎々が書かれています。カラフルでおしゃべり、鮮やかな羽で目を引きます。近くでも遠くでも言葉を真似できて、ジャングルにもいるし、ペットとしても飼われています。これは何？オウムですね。超大金持ちのビジネスマンカール・ジェンキンスは暗い部屋に一人で監禁されてしまいました。携帯の充電はあと少し。送信できるメッセージは1通のみです。携帯のメッセージが盗み見られる可能性を考えたカールは、高校時代の友人で探偵のジョン・スミスに暗号を送ることにしました。その昔、高校時代に2人は暗号を使ってよく遊んでいたのです。カールは当時と同じ暗号をジョンに送りました。そのメッセージがこちら。ヒアヌア・ヒ・オルテケ。暗号を解読できますか？
高校時代に2人が使っていた暗号は一文字ずらし。解読するにはあいうえお順に一つ前の文字へ戻ります。するとこのようになりますね。犯人はエリック、犯人はエリック。暗号を読んだジョンはエリックという名前に心当たりがありました。カールの会社の重役がエリックという名前だったのです。ジョンはエリックに数年前のパーティーで会ったことがありました。エリックの顔を知っていたジョンは自分一人でカールの救出に向かうことにしました。まずはカールの屋敷で手がかりを探さなくてはなりません。そのカールの屋敷の鍵はエリックが持っていたはずです。受付のケリーは、エリックはいつも午後2時になるとお気に入りのカフェで取引相手とランチをするという情報を与えてくれました。そこにはヒゲを生やした姿のエリックが何者かと商談をしていました。それぞれの横には全く同じに見えるブリーフケースが置いてありました。エリックの商談相手がカフェを後にするのを待ちました。すると2人は車へ向かい、後部座席にケースを置き、車を駐車場に停めたままその場を後にしました。うっかりしていたのか、車の鍵は開いたままになっているようです。さて、ジョンが持ち去るべきはどちらのケースでしょうか。真新しく見える方を持ち去るべきです。商談相手のケースには傷がついていましたね。どちらのケースもナンバー式のロックがかけられています。見つかることを避けるため、ジョンは車の中でケースの鍵を開けなくてはなりません。さあ、この新しいブリーフケースのロックを解除できますか。最初に試すべき数字は、最初に000を試しましょう。ブリーフケースが見たままの新品だった場合、鍵の数字は最初000になっているはずです。どうやらエリックに数字をセットする時間はなかったようで、鍵は開きました。そもそも車の鍵をかけるのを忘れるほど油断しやすい性格をしているわけですから、数字を000のままにしていたのも頷けるでしょう。鍵を手に入れた探偵のジョンはカールの屋敷に向かいました。玄関を鍵で開けて中に入り、2階の書斎へと向かうことにしました。ジョンはこの書斎に昔来たことがあったため、向かうための階段に仕掛けがしてあることを知っていました。間違った段に足をかけてしまうと、地下室へと真っ逆さまに落とされ、自力で脱出することができなくなってしまいます。ジョンが踏んではいけない段はどれでしょう。真ん中に隙間のある段、これが目印になっていますね。踏めば暗い部屋に真っ逆さま、中はコウモリと雲だらけでしょう。さて、書斎の扉の前までやってきたジョン。カールはいつもここをボタンを使って開けていました。目の前にあるのは3つのボタン、黄色と緑と青が並んでいます。絵を描くのが好きなカールならば、どのボタンを正解にしていそうですか。青と黄色を組み合わせると緑になりますね。緑を押すとボタンが開きます。事件の真相を知るために欠かせない書類の入った金庫にたどり着きました。しかし、当たり前なことに、この金庫にもコードロックがかけられています。そして注意書きの文章も書いてあるのがわかります。コードの入力が許されるのは1回のみ。間違ったコードを入力すれば金庫は二度と開かない。手がかりを求めて見回したジョンはヒントを見つけました。机の上に秘密コードと書かれたメモがあり、3桁の数字が書かれていました。しかし、真ん中がインクの染みで潰れてしまって読むことができません。1回だけの挑戦で金庫を開けることができますか。コードは371。頻繁に使われていればボタンはすり減っているはずです。3と1はもう分かっているので、あと1つ、7が正解の数字になっています。というわけで、機密文書が手に入りました。
ジョンがそれらに目を通していくと、どうやら必要そうな書類が見つかりました。ただし束の偽物の中から本物の書類を1枚だけ見つけ出し、それを証拠として提出する必要があります。どれも同じに見える4枚の書類のうち、本物はどれでしょう。左上の書類が本物、印鑑とサイン、そして重要書類と正しく書かれています。隣のものは似ているようで、書類の名前が重要書眼、他はそれぞれ印鑑かサインが抜け落ちています。というわけで、この重要書類をくまなく読んでみると、内容はオークションで落札されたとある絵画についてでした。ジョンは無人となったこの屋敷から高価な美術品を盗むために、何者かがカールを誘拐したことに気づきました。しかしカールのコレクションを見ても、絵は1枚も盗まれていません。とはいえ、何かがおかしいですね。一体何が盗まれたのでしょう。絵画は確かに盗まれていませんが、その絵画についていた額縁が一つ盗まれています。書類によれば、絵画はつい最近落札されたもので、ある美術商がその手助けをしていたようでした。この美術商は正直な男で、これまでにカールが落札した絵画が全て本物であることを保証していました。しかし今回に限っては、絵は偽物でした。では美術商はどうしてカールにその絵画を買うよう言ったのでしょうか。確かに絵は偽物で、何の価値もありませんでした。しかし盗まれたことからもわかるように、額縁は非常に高価なものだったのです。事件の真相がなんとなくわかってきました。カールの額縁を盗もうとして、全ての犯行は仕組まれたのです。ジョンは屋敷の外へ向かい、カールの誘拐犯が逃げた先を絞り込もうとしました。道路に残された跡をたどり、カールの居場所を探し当てました。どこへ向かうべきでしょうか。左のタイヤ跡を追いましょう。道路には3つのタイヤ跡が残されています。1つはジョンの車のもので、1つは一筋で細いため、それが自転車のものであることが分かります。自転車での誘拐は行うことが難しいでしょう。郵便配達人のものと考えるのが自然です。しかし最後のタイヤ跡は明らかに大きな車が残したものです。これを追いかけましょう。どうやら道筋に曲がり角はなく、車をまっすぐ走らせるだけで犯人の居場所まで行くことができそうです。30分後、たどり着いた場所はお城でした。目の前には3つのお堀があります。1つ目のお堀の底には、先の尖った鉄棒が並んでいます。安全に飛び越える方法は。おっと、そばに気球があるじゃないですか。これを使いましょう。次のお堀は炎で満たされています。気球は砂が燃料が少なく、あまり長く飛ぶことができそうにありません。真上を飛ぶのは危険そうです。しかしそれでも彼は気球でその上を通り抜けることに成功しました。一体どうやった。地球の重りの袋には砂が入っています。これを火に振りかけたのです。最後のお堀は溶岩で満たされています。渡る方法を見つけるのに少し時間がかかりましたが、それでもジョンは安全に渡ることに成功しました。どうやった。彼の周りには石がたくさんありました。溶岩は浅かったため、そのうちに足場ができ、彼はその上を渡っていったのです。お城の中に入ると、狭いホールの中に出ました。目の前には3つのドアが並んでいました。それぞれの上にはサインが並んでいます。
ドアのうち一つは逃げ出せない迷宮につながっている。ドアのうち一つは出口につながっている。そこを通ると三つのお堀を再び越えなくてはならない。ドアのうち一つは君が探しているものだ。しかしそんな文章とは関係なく、ジョンはドアを見てカールが通ったものを見つけてしまいました。そのドアは一体どれでしょう。ドアノブは光る金属でできています。ツルツルした表面には指紋が残されていますね。ジョンが扉を開くと、そこにはカールが閉じ込められていました。部屋から飛び出すカールと共に出口へ向かうと、途中に額縁がいくつか飾られていました。カールの額縁はどれ？真ん中の長方形が正解。先ほど見た絵画はちょうどこの形をしていましたね。お城から脱出した2人は車に乗り込み警察署に向かいました。そこで待っていた刑事はすでに3人の容疑者を捕まえていました。カールとジョンは別々に部屋に入り、それぞれ同じ人物を犯人だと指さしました。選んだのは誰でしょう。右の男。カールはその男が美術商だったので、その男を指さしました。そしてジョンはその男がエリックと食事をしていた男だったので指を指しました。そう、この事件の犯人はこの美術商だったのです。ある日、私立探偵のデボラがショッピングモールで買い物をしていると、突然人々が口論しているのが聞こえました。駆けつけてみると、困った顔をした店員とイラついている人々がいます。店員がスマホを見つけたので、店内でアナウンスをしたら、3人とも自分のものだと言い始めたようです。男性はスマホがバッグから落ちたと言い、若い女性はガジェットが自分のものだと言い張っています。そして高齢の女性は夫の携帯電話だと怒鳴っています。すると突然電話が鳴ったので、店員はなぜかデボラにスマホを手渡します。彼女は画面をちらっと見た後、すぐに男性にスマホを手渡しました。なぜデボラにはスマホの持ち主を見抜けたのでしょう。スマホの画面に妻という言葉が表示されているのが見えたのです。エミリーのキッチンには水の入ったガラスのコップが2つあり、1つ目のコップは水が38度まで加熱されていて、2つ目のコップではマイナス73度まで冷却されています。それぞれのコップの中にコインを同時に落としたら、どっちのコインが早くそこに落ちると思いますか。答えはぬるま湯の入ったコップです。もう一つのコップの水は凍っているので、コインが下に沈むことはありませんよね。ジェイコブと兄のジャックは通りを歩いていました。そして食料品店に近づくと、ジェイコブは若い女性を指さして、あそこに姪っ子がいると言いました。でも兄は、そうだな、でも俺の姪じゃないぞと答えたのです。一体どうしてでしょう。若い女性はジャックの娘だったのです。アシュリーの彼氏のマークは彼女に夢中でしたが、残念ながら彼女はマークのことを愛してはいませんでした。別れることを決心したアシュリーですが、マークが別れたがらないのを知っていたので、内緒で逃げることにしました。でもマークはかなりのお金持ちだったので、普通に隠れるだけではすぐに見つかってしまうことが分かっていました。そこで彼女は用心して逃げることに。その1週間後、アシュリーがホテルの部屋で座っていると、ドアをノックする音が聞こえてきました。開けてみると、見たことのない男性が立っています。男は、あ、すいません、自分の部屋だと思ったんですと謝りました。そして振り返ると、廊下を歩きエレベーターの中に入っていきました。アシュリーにはマークに見つかったことが分かったので、急いで荷物をまとめ始めました。
なぜそのことが分かったのでしょう。自分のホテルの部屋のドアをノックする人はいませんよね。だから男がマークの手下だと分かったんです。デビッドと妻のジェシカはある町に引っ越しました。あまり大きな町ではなかったので地元の住民の間ではかなりの話題になったようです。そして翌日、好奇心の強い隣人たちは挨拶に訪れました。カレンは自己紹介をし、絶対に良い友達になれると言っています。そしてデビッドとジェシカのためにわざわざカップケーキを焼いてくれたようです。さらにお年寄りのレイサム夫人はこの町に約80年間住んでいると語っています。そしてベティはすごく興奮していて、この小さな町に男性が住むことになるなんてすごくハンサムだし嬉しいわと言っています。この中の2人は少し気味悪く思えますが、1人だけ普通の人がいます。一体それは誰でしょう。カレンはカップケーキを目玉で飾っているのでちょっと普通ではありませんよね。それにベティはデビッドに慣れ慣れしすぎます。でもレイサム夫人は町と住民に関して多くのことを知っているようなので、いろいろな情報を教えてくれそうです。それにわざわざスープまで作ってくれています。ブランドンは妻にゆで卵を作るように言われました。そのためには2分間ぴったり茹でなければなりません。キッチンには3分と4分と5分の3つの砂時計が置いてあります。2分ぴったり卵を茹でるにはどうすればいいのでしょう。ブランドンはお湯が沸騰し始めるまで待って、3分と5分の砂時計をひっくり返しました。そして3分の砂時計が終わった時に卵をお湯に入れて、5分の砂時計が終わった時に取り出したので、完璧なゆで卵を作れたのです。エリックは新品のヨットで処女航海をしていました。でも運悪くひどい嵐にあってヨットが沈んでしまい、波に飲み込まれてしまいました。そして意識が朦朧としながらもどうにか砂浜にたどり着いたのです。そして翌朝、自分が無線機や携帯電話などのコミュニケーションの手段のない小さな無人島に取り残されていることに気づきました。島にはのろしを上げるための木もありませんでした。でも3日目には小さな飛行機が島の上空を旋回しているのが見えました。自分のことを探しているのだろうと思いましたが、飛行高度が高すぎるのでパイロットはエリックを発見することができません。でもエリックはあるアイデアを実行することによってヘリコプターによって救助されました。一体どうやってパイロットに気づかせたのでしょう。エリックは石を砂の上に並べることによって SOS の文字を書いたのです。ヘレンは夫のデニスと一緒にシンガポールに住んでいます。ある日ヘレンがイタリアに住むおばを訪ねたいと言ったので、デニスは同意しました。そしてヘレンにヨーロッパに着いたらすぐに写真を撮るように言ったのです。ヘレンはローマに着陸するとデニスにセルフィーを送り、写真の下にイタリアからチャオ、今到着しましたと書いて送信しました。でもデニスが写真を見ると妻が嘘をついていることに気づいたのです。なぜ分かってしまったのでしょう。写真の中の時計の時間がシンガポールのキッチンの時計の時間とまるっきり同じだったからです。もしローマにいるなら時差があるので時間が違っているはずですよね。ある日クリストファーは論理的思考力を上げようと思い、家庭教師を見つけてレッスンに通い始めました。でもこの家庭教師には変わった習慣があり、毎回レッスンの終わりにクリストファーにクイズを与えたのです。そして解決するまで家に帰してくれませんでした。今週の金曜日の1問目は、英語の6を奇数にするにはどうすればいい？というものでした。一体どうすればいいと思いますか？S の字を消すと IX になりますよね。これでローマ数字の9の意味です。
でもクリストファーにはまだまだ序の口だということが分かっていました。さらに難しい問題が待ち構えていたのです。薄くて水を弾き叩くと色が変わり、複雑なものを覆っていて簡単に曲げることができるものとは何だと思いますか？最初のうちは答えが思いつかなかったので真夜中まで家に帰れないと思いました。でも幸いなことに答えが皮膚だということが分かったようです。家庭教師は彼の進歩に感心して、よし、もう一問解けたら家に帰っていいぞと告げました。ライアンは3人の医者に自分たちの兄であると言われました。でもライアンは弟などいないと言っています。嘘をついているのは誰でしょう？クリストファーには全員本当のことを言っているのが分かりました。医者は3人とも妹だったのです。ふう、やっと家に帰ることができそうです。大雪が降った翌朝、ジャスティンが外に出てみると、自分のガレージの上に隣人の雪の2倍の雪が積もっていることに気づきました。でもジャスティンはびっくりすることもイラつくこともありませんでした。一体どうしてだと思いますか？ジャスティンのガレージは隣人のガレージの2倍の大きさなので、雪が2倍積もっても不思議じゃありませんよね。エイミーは休日に海辺に行き、3人の男と出会いました。3人は友達でしたが、エイミーを口説くのに夢中でした。その後、夕方になると全員でレストランで食事をして、3人とも自慢話を始めたのです。サムは、パイロットなので世界中を飛び回ってるんだよ、と自慢しています。そしてラリーは、以前北極の遠征に参加したんだけど、ペンギンやシロクマを見られたので最高だったよ、と語っています。さらにジェリーは、宇宙飛行士なので前回宇宙に行った時に宇宙遊泳をすることができたんだ。地球を上から見たかったんだけど風が強くて吹き飛ばされそうになったよ、と言っています。嘘をついているのは誰だと思いますか？ラリーとジェリーは両方とも嘘をついています。ペンギンは南極の近郊に生息していますし、宇宙空間はほぼ完全に真空状態なので風は吹いていませんよね。アンドリューとゲイリーは双子で1分間隔で生まれました。そして兄はアンドリューです。でも2人はなぜか数年に一度2日おきに誕生日を祝っています。なぜこんなことがありえるのでしょう？アンドリューはウルード市ではない年の2月28日の午後11時59分に生まれました。でも1分後にゲイリーが生まれた時にはすでに3月1日になっていたのです。そのためウルード市になると誕生日が2日後になるのです。ある有名な科学者が行方不明になってしまいました。同僚の話によると、最後に目撃された場所は研究室だということです。科学者の自宅に警察が到着すると、テーブルの上にカレンダーが置かれているのを発見しました。そして下の部分に鉛筆で6、4、9、10、11という数字が書かれています。警察の調査により、デイビッド、サラ、ジェイソン、ベティ、ケビンという5人の容疑者が浮かび上がってきましたが、科学者の失踪に関わっているのは誰だと思いますか？ジェイソンです。数字は月を表していて、英語の月の頭文字を使って犯人の名前を綴っているのです。6月はジューンなので頭文字は J、 4月はエイプリルなので頭文字は A といった具合です。やっぱり科学者なのでかなり巧妙ですよね。では行きますよ。テーブルの周りで3人の男がコーヒーを飲んでいます。3人とも似ていますが、兄弟なのは2人だけで、1人は宇宙人です。ではでは、宇宙人は誰でしょう？
一番右側の男性です。手の指が12本あるのに気づきましたか？真ん中の彼も変わった耳をしていると思ったあなた、いいですね。でも壁の絵の中の両親を見てください。父親も同じ耳をしていますよね。ガブリエルはデパートの店員。現在試着室には3人の客がいます。緑色のドレスを着ているジェシカという女性、革ジャケットと細めのジーンズを着ているショーンという男性、そしてガブリエルが持ってきたばかりの大きめのジーンズを試着しているアレックスという男性がいます。ちなみにこの中の一人は宇宙人。ガブリエルは気づいていないので教えてあげてください。宇宙人なのは誰でしょう？アレックスです。足をよく見てください。このような足をしているのは爬虫類か宇宙人だけですよね。ジェシカが暗い森の中を歩いていると突然屋敷を発見。どうやら魔女か何かの屋敷のようです。彼女はかなり好奇心が強いので中に入ってみたかったのですが、ドアがロックされていました。玄関に秘密のコードが書かれたメモがあったので、それを解読することに。そこには屋敷に入りたかったらこのコードを解読してみろと書かれています、と書かれていますが、あなたにはこのコードを解読することができますか？答えはウィッチなので魔女です。ウィングという単語の2つのアスタリスクは最後の2文字を取り除くという意味で、 T の場合も同じ。チェアという単語の場合3つなので最後の3文字を取り除かなければなりません。わかりました？エリックはスーパーマーケットに行ってオレンジ2つとスイカを600円で買いました。ヘレンも同じスーパーに行ってレモンとオレンジ、そしてスイカを1つずつ購入。合計800円払いました。オレンジ、レモン、スイカ、どれも値段が違います。さてオレンジとレモンどっちが高い？値段が高いのはレモン。エリックはオレンジ2個とスイカを買って600円でしたよね。果物の値段は同じではないので200+200+200にすることはできません。ここで唯一可能な組み合わせは100+100+400。 スイカの値段は400円ということになります。ヘレンはスイカに400円、オレンジに100円払いました。これでレモンの値段が300円だということがわかりますね。デビッドとハンナは遭難して小さな無人島にたどり着きました。それにラジオも携帯電話も持っていなかったので助けを求めることはできません。島には木がなかったのでのろしをあげることすらできませんでした。すると突然ハンナは飛行機が島の周りを飛行して自分たちを探していることに気づきました。でも飛行高度が高すぎてパイロットからは見えていないようです。その時彼女は素晴らしいアイデアを思いつきました。その後飛行機はすぐに2人を発見し救助しました。一体ハンナはどんなアイデアを思いついたのでしょう？石と岩を使って砂の上で SOS と並べたのです。ここには3匹のカメが列になり歩いていますが、先頭のカメは私の後ろには2匹のカメがいると言い、2匹目は私の後ろに1匹カメがいて目の前にも1匹のカメがいると言い、3匹目は目の前に2匹カメがいてすぐ後ろにもう1匹カメがいると言っています。なぜこんなことがありえるのでしょう？3匹は輪になってすごくゆっくりと歩いていたんですよ。あなたは都会から遠く離れた中世の城に閉じ込められてしまいました。休暇は予定通りにはいかないものですね。
窓は高すぎるので、そこから脱出することはできません。それに、窓の近くにある木も登ったら折れてしまいそうです。でも、そこには3つのドアがあり、その中の1つを使えば脱出できそうです。1つ目のドアの向こうには、激しく燃える炎があります。そして、2つ目のドアの向こうには、何百匹もの毒蛇がいて、3つ目のドアの向こうは真っ暗な迷路になっているので何が待ち構えているのか分かりません。あなたはどのドアを選びますか？答えは3つ目のドア。木の枝を折ってから1つ目の部屋で火をつけて松明にし、迷路を通り抜ければいいのです。少なくとも自分の進む方向が見えますからね。マリアはパリに住んでいて、2週間に一度祖母に会うためにサントロペに向かいます。マリアは自動販売機でチケットを購入し、コーヒーを飲み終えて電車へ向かうことに。ですが、なぜか今週末はサントロペに行くことができませんでした。一体なぜでしょう？マリアは間違ったチケットを買ってしまったのです。そこにはサントロペ発パリ着と書いてありますが、パリ発サントロペ着のチケットが必要だったのです。彼女が電車に乗ろうとすると、車掌に間違った切符を買ったと言われ、買い替えるための時間がなかったのです。エマはピンク色が大好き。ピンクの色の1階建ての家に住んでいて、ピンクの猫、ピンクの犬、ピンクのハムスター、ピンクの壁、ピンクのドア、さらにピンクの冷蔵庫まで持っています。では、階段は何色だと思いますか？彼女が住んでいる家は1階建てなので、階段はありません。マークはテレビのクイズ番組に出場し、難しい質問に答えなければなりませんでした。彼は質問を次々に正しく答え、15問中14問正しく答えました。でもマークはかなり緊張しています。あと1問正しく答えれば、賞金の1億円が手に入るからです。象と同じくらいの大きさなのに、重さが1グラムもないものは何？マークは答えを叫び、彼は億万長者になりました。一体彼は何と答えたのでしょう？象の影と答えたんです。象と同じくらいの大きさで全く重さはありませんからね。氷を熱すると溶けますが、あるものは熱すると固まります。7秒以内に正しく答えてください。答えは卵。パオロは自分のブログのために自然界で写真を撮らなければなりませんでした。そして森の中を歩いていると深い穴に落ちてしまったのです。登ろうとして石に捕まると崩れてしまい、水が噴き出してきたのです。穴は瞬く間に水でいっぱいになっていきます。パオロの足元には空気の抜けたボールと空の樽、そして木の板があります。穴から抜け出すにはどれを使えばいいですか？空気の抜けたボールは小さすぎるし、穴が開いていますよね。木の枝は彼の体重を支えきれません。ここでのベストなオプションは空の樽。これを使えば浮くことができるかもしれません。アンソニーは大学で経理を専攻しています。ルームメイトたちは彼の頭の良さをテストするために3枚の封筒にメッセージを書いて送りました。その中の1枚には次の試験の答えが入っています。真実のメッセージが書かれた封筒は1枚だけで、他の2枚には嘘が書かれています。アンソニーは封筒を選ぶ前に開くことはできません。最初のメッセージには、ここには試験の答えが入っていないと書かれています。
そして2枚目には試験の答えはここに入っていると書かれていて、3枚目のメッセージには試験の答えは2番目の封筒に入っていると書かれています。試験の答えの入っている封筒はどれですか？答えが入っているのは最初の封筒。1枚目と2枚目の封筒は嘘で、3枚目に真実が書かれていたのです。ある男が田舎道を運転している時にタイヤの一つがパンクしてしまいました。そしてタイヤを交換している際にホイールナットを4つともなくしてしまったのです。車の通る数が少ない道路だったので、運転手は一晩中そこで立ち往生することになるかもしれないと心配していました。ですが通りかかった老婦人があることを教えてくれたのです。彼女は一体どんなアドバイスをしてくれたのでしょう？彼女は他の3つのホイールから1つずつナットを取り外して、それを4つ目のタイヤに使えばいいと教えてくれたのです。そうすれば最寄りのサービスステーションに行けますからね。アーキバルト王には跡取りがいませんでした。そのため彼は正しい後継者を見つけるためにコンテストを開催。王は参加者全員に種を与えて、最も健康で綺麗な植物を育てた者に王位を譲ると発表。大会の最終日、王はあらゆるサイズと形の植物を持って現れた何百人もの人々を見ると、ほとんどの人々を無視したのです。そして湿った土の入った鉢を持っている女性を選びました。なぜ彼女を選んだのでしょう？王は親切で正直な人だったので、跡取りには同じ資質を持った人間を選ぶことを望みました。ですので彼は参加者に種ではなくて小石を与えていたのです。そしてその女性が唯一の正直者であることを見抜いたのです。4人の男が階段に並んでいて、全員同じ方向を向いています。4人目の男性は他の男性からレンガの壁によって隔たれています。1人目は2人目と3人目を見ることができ、2人目は3人目を見ることができ、3人目に見えるのは壁だけです。さらに4人目には誰も見えません。そして全員帽子をかぶっていて、2つは白で2つは黒であることが分かっています。自分のかぶっている帽子の色を一番最初に当てたのは誰でしょう？もちろん後ろを振り返ったり話したり帽子を脱ぐことはできません。2人目の男です。3人目と4人目は他の人の帽子を見ることができませんからね。それに1人目には黒い帽子と白い帽子が一つずつ見えているので、自分の帽子は白か黒か分かりません。2人目には黒い帽子が一つしか見えませんが、自分も黒い帽子をかぶっているなら1人目がすでに帽子の色が白だと言っているはずだと気づきました。ですが1人目は何も言わなかったので、2人目は自分が白い帽子をかぶっていることに気づいたのです。これを全部理解して答えた皆さん、いやーすごいですね。さて準備はいいですか？オリバーが夜に川のそばを歩いていると、黒ずくめのグループに捕まってしまいました。全員がマスクを着用しています。リーダーはオリバーに3つの選択肢を提案。お腹を空かせたピラニアが泳ぐ海にオリバーを投げ込む。サメであふれかえる海に投げ込む。あるいはカバのいる川へ投げ込む。オリバーが生き残るためにはどの選択肢を選べばよいでしょうか？ピラニアは淡水でしか生息することができません。つまり選ぶべきはピラニアのいる海です。探検部隊は砂漠の真ん中にキャンプを設置、数日をここで過ごす予定。探検隊が目を覚ますとトラックがなくなっています。幸い1週間は持つ食料を持ち合わせていました。しかし
電気もなく水もほとんどありません。でもそれだけではありませんでした。3日後チームメンバーの一人が失踪。探検チームのリーダーは他のメンバーを尋問することにしました。マイケルは水を探そうとうろうろしていたといいます。エミリーはスマホでゲーム中、エベリンはエネルギーを節約するために一日中寝ていたそうです。ヘンリーはテントの中で研究の論文を準備していました。さて嘘つきは誰ですか？エミリーです。彼女の携帯はすでに充電が切れているはずですからね。本棚には100冊の本が置かれています。10冊を数えるのに10秒かかります。70冊を数えるには何秒かかりますか？30秒です。30冊を数えれば残りは70冊のはずですからね。ソフィアの妹のクロエは土曜日にソフィアの元を訪れました。姉妹は食事をして近況報告をします。クロエは昇級して最近夫からダイヤモンドの指輪をプレゼントされました。さらに2人はハワイで休暇を過ごす予定です。ソフィアには特にいい知らせがありません。ただ妹の話を聞いて自分の生活の文句を言うだけです。昼食後クロエは気分が悪くなりました。青ざめてしまいついには昏倒。ソフィアは救急車を呼びます。クロエは病院へ搬送されましたが彼女の命を救うための時間はあまり残されていません。なんと毒を盛られたということが発覚したのです。警察は質問をするためにソフィアの元を訪れました。ソフィアはショック状態です。同じ食事をしていたのに、私がチキンを調理してサラダを作りました。でも毒性のものなんてありません。食事を調べた後警察官はクロエに毒を持った疑いでソフィアを逮捕。さてソフィアはどうやって毒を混入させたのでしょうか？毒はサラダのドレッシングに混入されていたのです。クロエはヴィネグレットソースを使っていますがソフィアは使用していません。ここでの教訓は文句ばっかり言わないということですね。ボストンにある小さなカフェはナインランタンという名前です。しかし外にぶら下がっているのは7つのランタンのみ。主人はこの間違いに気づいており、数を9つにすることも簡単にできます。ですがそうはしません。なぜでしょう？ランタン2つがだいぶ前に吹き飛ばされてしまった際、主人は新しいものの設置を考えました。しかし手を打つ前に店への客足が増加したことに気づきます。ランタンが2つ足りないことに気づいたお客が主人に伝えるついでにコーヒーを飲んでいくんです。ジャクソンはしばらく会っていない友人のエイデンの元を訪れました。楽しい時間を過ごして紅茶を飲みながらゴシップに花を咲かせます。しかしジャクソンはエイデンに一つ変わったところがあることをすっかり忘れていました。エイデンは謎々を考えるのが好きで、相手が新作謎々2つの答えを導き出すまで返してくれないんです。エイデンの謎々は次のような内容。人間が飲むことができて人間を飲み込むこともあるものはなんだ？ジャクソンを家に返すお手伝いをしていただけますか？すでに遅い時間なんですよ。答えは水。ジャクソンもバカではないため、一つの謎々を答えただけで帰れないことは分かっています。思った通りまだもう一つの謎々が待ち受けています。頭を乗せていないと乗せている時よりも低くなるものは何だ？
ジャクソンはしばらく思案しました。そして枕であると答えました。もう帰ってもいいです？どうやらそうもいかないようです。しかしエイデンはこれが最後の謎々だと言いました。ハンナの誕生日は1月23日、でも必ずお祝いは夏にします。なぜでしょう？幸いジャクソンはオーストラリアから帰国したばかり。すぐにハンナが南半球で暮らしていることに気づきました。ここでは1月が最も暑い月ですからね。学生たちは金曜日に試験があることを知っています。ただし厳しい教授は正確な時間を教えてはくれませんでした。一人の生徒が勇気を振り絞って教授に質問をしますが、返ってきたのは謎の答えのみ。11+2が1なら10+6は4。この答えが分かったら試験を受け損ねることはないはずだ。生徒は何時に教授のもとへ行けばいいのでしょうか？午後4時です。11時+2時間は午後1時ですからね。そのため10時の6時間後は午後4時となります。ジェームズは奥さんのミアに連絡して8時までに帰宅すると伝えます。その晩2人に特別な予定はありませんでした。しかしジェームズが8時2分に帰宅すると奥さんはカンカン。さてなぜそんなに怒っているのでしょうか？ミアは旦那さんが午後8時に帰宅すると思い込んでいたのです。それなのに夫が帰宅したのは午前8時2分。まずい。こちらの2人の女性をご覧ください。どちらも超のつくリッチですが、実は本物の金持ちは1人のみ。どちらが偽リッチだか分かります？左の女性、高級車を背景に自撮りしています。しかし運転席には誰かが座っていて、この方は驚いているように見えますよね。とある年配の男性は電話をかけるために公衆電話を使うことしかできません。ある時電話が機能しなくなってしまいました。男性は電話会社に状況を伝えます。しかし待てど暮らせど誰も公衆電話の修理に現れません。数日後、男性は再び電話会社を訪れ、とある言葉をかけました。次の日、電話がまた動くようになったのです。男性は何と言ったのでしょうか？支払いをせずに電話をかけられる状態になっていると伝えたんです。この絵を注意深く見てください。何が問題か分かります？女性が持っているピッチャーは空です。それなら牛乳の出所の意味が分からないですよね。マークは友達のリアムの功績を妬ましく思っています。今週2人は知恵比べを行いました。マークは勝利のためなら何でもする覚悟ができています。一つ目の課題は単語の推測。7つのアルファベットで重量があります。しかしそこから2つのアルファベットを取り除くと8になります。一つの文字を取り除くと80になります。答えの英単語は何でしょう？一つ目の問題は大正解。マークは正しい答えがウェイティだと導きました。次の問題はさらに難しいですよ。男性が船で世界中を回りましたが、常に陸が視界に入ります。一体どういうことでしょうか？
マークはすぐに男性が地球の周りを回っている宇宙船にいるということに気づきました。気づくとマークは試乗された部屋にいます。目の前にあるのは3つのドア、通れるのは1つの扉のみで何度も使うことはできません。1つ目のドアは濡れた床の真上に高電圧のワイヤーがぶら下がっている部屋に続いています。2つ目のドアの向こうはピラニアで溢れかえる水でいっぱいです。3つ目のドアの向こうでは天井から酸性の肉体を溶かす雨が降っています。多少安全なドアはどれでしょうか。マークが選んだのは1つ目のドア。でも後悔はありません。ワイヤーと濡れた床に同時に接触しない限り体に電流が流れることはないので安全だからです。どうやら次の問題は戦いの最終問題のようです。マークは勝者が誰か知りたくて待ちきれません。しかしその前に問題のお時間です。世界で最も高いビルがついに完成。建設には5年を要したそうです。そして毎年ビルの高さは2倍になりました。塔が今の高さの半分に到達するためには何年かかったのでしょうか。4年です。毎年2倍の高さになっているのであれば、完成の1年前に最後の高さの半分に到達しているはずですからね。ちなみに知恵比べの結果ですが、引き分けです。残念。ルナには2人の友人がいます。ジャックとオーウェン。ルナは彼女の誕生日に2人と映画に行きたいと考えていました。しかし、ジャックとオーウェンはお互いのことを知りません。ルナは気まずくならないかと心配します。しかし問題はこれだけではありません。ルナは今月浪費しすぎてしまいました。ここで2人を招待したら自分が支払いをすることになるのではないかと考えます。そこでどうするのが一番安上がりになるかを考えました。2人と同時に映画を見に行くか、別々に順番に見に行くか。ルナのお手伝いをしてもらえますか。友人2人を同じ映画に連れて行く方が安上がりです。こうすれば購入するチケットは3枚のみ。2人と別々に行った場合、4枚のチケットを支払うことになりますからね。雲一つない太陽が照りつける夏の日、船は港に停泊しています。海岸にはたくさんの人、船を見るために集まっているようです。突然船が沈み始めました。船に問題があったわけではなく、システムも正常に機能しています。天候も良好で海は穏やか。しかし船は一瞬のうちに消えてしまいました。一体何が起こったのでしょうか。びっくりするほどのことでもありませんよ。潜水艦なら水中を移動して当たり前ですから。準備はいいですか。脳がムキムキになるワークアウトをご用意していますよ。それでは行ってみましょう。授業の後、マーゴットは図書館で勉強をしていました。途中でお手洗いへ行くことに。図書館に戻ってくるとお財布がなくなっています。マーゴットは慌てて警察に通報。司書さんは男性を目撃したと言っています。しかし視力が悪く、どのような見た目までかは思い出せないそうです。うっすらとした説明を聞いた後、警察官が3名の学生を尋問しました。オーウェンは勉強をしていて、警察が着くまで机から離れなかったと言います。フィンはマーゴットの姿は見かけたものの、それほど注意を払っていませんでした。本を探していたんです。ルカは電話で友達との会話に夢中で何も見ていないと言っています。お財布を盗んだ人は誰ですか。
答えはルカです。電話で話していたと言っていますが、図書館での通話は禁止ですよね。電話を使っていたならすぐに追い出されていたはずです。ということで嘘をついていることは明らかですよね。森の中をのんびりと歩いていると、エズメは迷子になってしまいました。長時間歩き回っていると魔女の家が目に入ります。エズメは家へ戻る道を魔女に尋ねました。魔女はそれを拒否。しかし機嫌が良かったようで取引を持ちかけてきます。魔女はエズメに3個のリンゴを渡しました。2つは毒入りで1つは安全。エズメはリンゴを選んで口にしなくてはいけません。毒入りでない方を口にした場合、魔女は家に帰る道を示してくれます。賢いエズメは見事状況を切り抜けました。エズメはどのようにしてリンゴを選んだのでしょうか。リンゴの一つに虫が乗っていたんです。つまり食べても安全だということ。とある学生は科学の試験を受けましたが、落第することは目に見えていました。教授はもう一回だけチャンスを与えようと最後の質問をしました。私の長女の名前は何だ。学生は混乱します。教授は質問が難しすぎたと判断してヒントを与えました。3つの数字を書き出したのです。58、3、11です。学生が答えを導き出すのを手伝ってもらえますか。これは科学の授業ということで、なぞなぞも科学に関連しているはずです。周期表を見てみてください。58番はセリウムの CE、 3番の要素はリチウムの LI、 11番はナトリウムの NA。 これを合わせるとセリーナという名前になりますね。教授はこのゲームが気に入ったようです。そこで試験に苦戦している別の学生にもなぞなぞを出題。私には娘がいる。2人以外全員が黒髪だ。さらに2人以外全員がブロンドだ。さらにさらに2人以外全員が赤髪だ。さて私の娘は何人かな。学生が答えを導き出すお手伝いをしていただけますか。今回は科学と何の関係もありません。ただの論理。教授の娘は3人。1人が黒髪、1人がブロンド、1人が赤髪です。ベンが夜公園を歩いていると、誰かに襲われて所持品を盗まれてしまいました。ベンは警察へ向かいます。当時公園にいたのは3名。コール、ジェリー、バーナード。3名は連行されました。警察官は全員にマーカーを渡してホワイトボードに名前を書くように指示します。作業が終わるとすぐに警察は正しい犯人を逮捕しました。一体誰でしょう。警察はどうやって犯人を特定したのでしょうか。ジェリーです。ベンは右から殴られていましたよね。つまり犯人は左利き。3名の容疑者の中でジェリーのみが左利きです。ベン&ジェリーってアイスのメーカーじゃないですか。南極探検隊のとあるメンバーは気がつくと凍りついた洞窟の中にいました。何が起こったのかは思い出せません。しかし逃げ出さなくてはいけないことはなんとなく理解できます。目の前には3つのドアがあり、メモにはドアの向こうに待ち受けるものが書いてあります。1つ目のドアの向こうにはお腹を空かせたホッキョクグマ、2つ目のドアの向こうの部屋には毒ガスが溢れています。3つ目のドアの向こうには毎秒鋭いつららが落ちてくる部屋があるそうです。生き延びるために男性が選ぶべきドアはどれでしょうか。選ぶべきは1つ目のドアです。南極にいるんですよ。
北極グマがいるわけないじゃないですか。放課後、ノラは大学に残っていました。プロジェクトを終わらせる必要があったんです。廊下の椅子に座っていた彼女ですが、すぐにお腹が空いてきました。食事をしに行く間、ノラは持ち物をその場に残していきます。戻ってきた際に持ち物をチェックすると、すぐに警察に通報しました。あらましを話して、財布が盗まれたことを伝えます。近くにいたのは3名の学生。全員が尋問されました。ケネディは友達にメールをしていたそうです。Eさんはノラの近くにしばらく座っていたよ。でも彼女の財布は見当たらなかったし、触ってもない、と言います。ガブリエラは教室にいて数分前に出てきたところだそうです。警察は話を聞き、誰も逮捕せずに立ち去りました。なぜでしょう？警察はノラが食事をしに席を立ったことを思い出したんです。ノラはお財布を持っていたはずなので、盗まれたはずがありません。ノラは嘘をついていたのです。サラ、ミラ、エレノアの3名の女性は買い物に出かけました。2人は妊娠中で、1人はプロのスイカ泥棒。どの人がスイカ泥棒かわかりますか？ミラです。彼女だけヒールを履いていますね。妊婦さんはあまりヒールを履きませんから。オーロラは田舎で夏を過ごしました。一人で森へ長い散歩に出かけます。ある時、大きな豪邸が目に入りました。誰も住んでいないことは明らかです。ということで、豪邸に足を踏み入れてみました。埃をかぶっていますが、中は美しい状態のままです。オーロラは写真を数枚撮影してその場を立ち去りました。家に帰って写真を確認します。SNS にアップするための一番の写真を選びたかったんです。しかし、写真の一枚を見て、オーロラは思わず叫んでしまいます。この写真をじっくりご覧ください。何が恐ろしいかわかりますか？オーロラは自分自身が写真に写っていることに気づいたんです。でも家の中に人はいなかったため、そんなことは不可能ですよね。ステラとアダリンは姉妹です。昔、祖母がアダリンにブレスレットをプレゼントしてくれました。しかし、ステラもこのブレスレットが欲しくてたまりません。ということで、時々アダリンの部屋に侵入してブレスレットを借りていたんです。ある時、アダリンが帰宅するとブレスレットがなくなっていることに気づきました。ステラの部屋のドアをノックします。ステラはドアを開けて、アダリンを目にするとドアを閉めてしまいました。数分後、アダリンはなんとかステラの部屋に侵入することができました。ブレスレットを求めて部屋中を探します。ステラは今回ばかりはブレスレットを取っていないと主張。アダリンは何も見つけることができず、その場を離れるしかありません。しかし、部屋から退出する際にひらめいたのです。ブレスレットを取り返すことができました。ブレスレットは一体どこでしょう？ドアを開けた時、ステラの髪は下ろした状態でしたよね。今は髪を結んでいます。数分の間にお団子頭にして中にブレスレットを隠したんです。雨の降る夏の夜、ミラーさんは仕事から帰宅。ご近所さんのスミスさんが遊びに来たので、二人は一緒に紅茶を楽しみました。スミスさんによれば、彼女の娘はパーティーに行ったそうです。そこで遭遇したのがミラーさんの三つ子の息子の一人。ミラーさんはどの息子か尋ねましたが、スミスさんには分かりません。娘さんは三つ子の見分けがつかないんです。ここでの問題は、息子3人は外出禁止で来週まで外に出ることができません。ミラーさんは誰がルールを破ったのか突き止めることにしました。3人を呼び出して1日の過ごし方を尋ねます。
アーティストのイアンは夜は外で絵を描いていたよと言います。ミュージシャンのライアンは歌を作っていたので一日中家にいたよと言いました。ルークはスポーツが大好き、ワークアウトをしてその後は読書をして過ごしたよと言っています。ミラーさんは外出禁止の1ヶ月延長を誰に食らわせるべきか分かりました。嘘つきは一体誰でしょう。ミラーさんはどうやって突き止めたのでしょうか。嘘をついたのはイアン。外で絵を描いていたと言っていますが、天候は雨だったんですよ。新しい一日ということで再び森で散歩と思ったら、エズメはまた迷子になってしまいました。再び魔女の家に行き着きます。今回魔女が用意していたのは別の課題。魔女はエズメにチョコとナイフを差し出しました。魔女は7つの手品を披露。各手品の後、エズメはチョコの7分の1を魔女に渡さなくてはいけません。ここで問題。ナイフには魔法がかかっていて2回しか切ることができません。チョコを折ったりナイフを使わずに切ることは不可能です。エズメはどうやってこの条件を満たし家に帰ればよいのでしょうか。エズメはチョコを次のように分割し2つの切り目を入れました。7分の1、7分の2、7分の4。1つ目の手品の後、エズメは魔女に7分の1のかけらを渡します。2つ目の手品の後、7分の2のかけらを渡して7分の1を回収します。3つ目の手品の後、小さなかけらを再び魔女に渡します。4つ目の手品の後、エズメは初めの2つのかけらを没収し7分の4のかけらを渡します。それから一番小さなかけらを魔女に渡します。6つ目の手品の後、7分の1のかけらを回収して魔女に7分の2のかけらを渡しました。そして最後の手品の後、一番小さなかけらを魔女に渡せば OK です。ボーナス。エズメが本当に賢いならなぜ毎回森で迷子になるのでしょうか。答えは私もわかりません。